今回のちょっとここ見ず端の方で見づらいと思うんですけど、四角の不一致割り込み型っていうふうになっています。で、割り込み型っていうのは何なのかっていうのを少しだけ説明しながら、1問目を見ていきたいと思うんですけども、ですね、割り込み型っていうのはもともとこのちょっと見づらいんですけど、この部分がないっていうふうに考えてもらえると分かりやすいですね。主語と動詞がもともとありますよね。主語動詞で、その主語が説明されます。そうすると結局この主語と動詞の間にこう入ってしまうので割り込む形ですよね。で、この部分がここを説明すると、これが割り込み型になります。割り込み型に関しては、関係代名詞の英作文の246、偶数の番号のとこで出てくるんですけども、問題としては10問中2問ぐらい出てくるようなちょっと難しめの問題になります。応用問題っぽくなってきます。これが割り込み型ですね。主語が説明されるので、最初に長い主語があって、その後ろにこう動詞が出てくるっていうパターンです。はい、でポイントになるのは、まあ、上の2つは先ほど説明した通りなんですけど、まあ、この形ですね。先行詞、不一致、もう一つの動詞。もう一つの動詞が一般動詞の時には3単元の数が必要かどうか確認する。このもう一つの動詞っていうのは何かっていうと、大事な動詞じゃない方です。大事な動詞っていうのは日本語だとこう最後に出てくるこの部分ですね。これが大事な動詞っていうふうに考えます。ここに入ります。で、もう一つの方は大事じゃない動詞というふうに考えてください。はい、あと3つ目の星印。読むときは普通動詞の前で息継ぎをすると、この大事な方の動詞の前で息継ぎをします。ここで一回切って読むと読みやすいってことです。はい、不一致の代わりにざっと使うこともできるというふうになっています。ちょっと今の段階でまだ割り込み型っていうのが分かりづらいと思うので、一緒に一番見ながら、括弧一番見ながら説明していきたいと思います。はい、では括弧1番からいきましょう。括弧1番、一人の少年と一緒に走っているその犬はポチですですね。で、ちょっと長いと大変そうなんですけども、大事なのは主語と動詞しっかり作ってしまうってことですね。今回の主語はどれですか？少年ですか？その犬ですか？動詞の部分はこのポチですっていうところですよね。少年ではなくてその犬がポチなので、その犬はポチです。ここが大事な主語動詞になります。ちょっと簡単にここに書いておきますね。 The dog is poch、 まあ、こういうのがベースになると。で、今回はこの一人の少年と一緒に走っているっていうのがこう犬を説明しますよね。で、ですっていうので B 動詞をもう使ってて、走っているっていうところでまた動詞を使いそうですよね。そうすると動詞が2つあるときには関係代名詞か接続詞が必要で、このように説明できるのは関係代名詞なので、このドッグの後ろに関係代名詞の入っている部分がこう入って説明する、このような形になります。そうするとこの間こう引き裂かれますので、割り込む形、割り込み型になります。ザ・ドッグっていうのとイズ・ポチっていうのがこう離れてしまうってことですね。なのでちょっと簡単にこのように書いておきたいと思います。最初にザ・ドッグで、後ろの方にイズ・ポチですね、まあ、ピリオドも忘れないうちに書いておきます。で、この間にこの赤いところが入るってことですね。関係代名詞っていうのは先行詞の後ろに入るので、まあ、ここに入るだろうなっていうのが予想つきます。一緒に走っているっていうこの部分ですね。走っている、これは進行形になりますよね。そうするとイズと、まあ、ランニングだなっていうふうになって、あとは一人の少年と一緒になので With a boy ですね。
is running with a boy。 これで一人の少年と一緒に走っている。はい、動詞が今の段階で is と is で2つあるので関係代名詞入れましょう。ここに入りますね。前が動物、後ろに動詞、前が動物、後ろに動詞なので which 使うということになります。はい、この which は that を使っても大丈夫です。はい、英語の形としてはこの赤い部分がこのドックを説明すると。ちょっと下の方がごめんなさい、見切れてないですよね。大丈夫ですかね。で、読むときにはこの本当の動詞、この前で斜め線を入れてこう読むと読みやすいです。 The dog which is running with a boy is Poch ですね。このように読むといいと思います。はい、括弧1番大丈夫そうでしょうか。ちょっとまだ1問しかやってないので、残り4問あるのでそちらで仕上げていきたいと思います。はい、では次括弧2と括弧3に行きます。括弧2番、私の母によって作られたこのケーキは美味しいですね。ではまず大事な部分を主語動詞作ってしまいます。このケーキは美味しいですよね。このケーキは美味しいっていうのが主語動詞の部分なので、This cake is good。 これ good じゃなくて delicious でももちろん大丈夫なんですけど、まあ別に good で大丈夫なので、難しいのをわざわざ書かなくても good ので使うといいと思います。 This cake is good。 これがまず大事な主語動詞ですね。で、私の母によって作られたっていうこの部分、私の母によって作られた、これがこのケーキを説明しますね。英語だとこの This cake の後ろに入ってこう前のケーキを説明します。なので割り込み型になりますね。最初に This cake っていうのを書いてしまって、で、後ろの方ですね、この辺ちょっと Is good書いておきますね。はい、ピリオドも忘れないうちに書いておきます。私の母によって作られたっていう部分、これをここに入れる形になるわけですけど、もう慣れてきたんで大丈夫だと思うんですけど、動詞が2つになりますよね。この is とこの受け身のとこ、作られたっていうところで受け身になるので、動詞は2つ必ず使うことになります。そうすると関係代名詞か接続詞を使うんですけど、もうこの説明できるっていうのは関係代名詞っていうのは大丈夫だと思うので、この部分にこの赤い部分が入ると、ここに関係代名詞ですね。このように説明すると、あとはこの英語を書いていきましょう。私の母によって作られた、まあ、B 動詞に何か入るんですけど、 This cake っていうので単数形なので過去形だから was っていう風に大丈夫ですかね。あとは made 使って by my mother、 はい、このようになります。で、先行詞がもの、後ろに動詞なのでこれは which になります。またはざっとでも大丈夫ですね。このようになります。で、読むときにはこの本当の動詞ですね、しっかりしている方の動詞の前で息継ぎをするので、 This cake which was made by my mother is good。 ここでちょっと息継ぎをして読むといいと思います。はい、単語の数 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 大丈夫ですね。はい、ね、応用の話しておきます。関係代名詞使ってる文っていうのは分詞の文と書き換えができるっていうことがあるんですけど、今回これ which と was を省略して This cake made by my mother is good っていうふうに言っても大丈夫です。分詞の文章の中でも過去分詞の形容詞用法っていう形ですね。ただ一応今は答えとしては15で答えるので、これを
ょっと元に戻しておきたいと思います。はい、では過去3枚いきましょう。髪の長い長い髪を持っているあの猫はとても可愛いですね。はい、すいません、ちょっと直しておきます。はい、では3枚いきましょう。大事な主語動詞っていうのはあの猫はとても可愛いですよね。あの猫はとても可愛い。ちょっと下の方見づらくなってしまうかもしれないので少し簡単に書いておきますね。 That cat is とても可愛い、まあ、ベリーとかそうでもいいですね。可愛いでキュート使いましょう。 That cat is very cute. That cat is very cute. で、今回はこの髪の長い長い髪を持ってるっていうところが猫を説明しますよね。英語だとこの That cat の後ろにこういうふうに入って説明するという形になります。では大事な部分を最初に作ってしまいます。 That cat で間を開けて is very cute。 これそうでも大丈夫ですね。どちらでも好きな方を使ってください。はい、あとは長い髪を持っている、髪を持っているっていうのはまあハブを使いますよね。で、ハブロングヘアっていう言い方をするのでハブロングヘア、まあこんな形でこの間に入るだろうなっていうふうになります。で、ここに関係代名詞が入りますよね。このような形になると。前に動物、後ろに動詞なので関係代名詞は which を使います。または that でも大丈夫です。で、これで終わりではないですね。ここが先行詞三人称単数だったら動詞を三単元の S つけるかどうかは考えなくちゃいけない。今回は現在形の文なので三単元の S を使わなくてはいけないのでこうですね。 That cat which has long hair is very cute ですね。息継ぎはここでします。単語の数 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ですね。これで OK になります。はい、括弧3番まで以上です。はい、次は括弧4、括弧5ですね。まず括弧4からいきましょう。この国で話されているその言葉、言語は英語です。ですね。大事な部分はその言語は英語です。この部分なので、最初にちょっと英語に書いておきますね。はい、The language is English。はい、ここまでは大丈夫そうでしょうか。そうすると、この国で話されているっていうこの部分が言語を説明しますよね。英語だと、この The language の方、後ろからこう前に説明するという形になります。では最初にこれだけ書いてみますね。The language が最初に入って、で、It's English っていうのは後ろの方なので、ちょっとこの辺にこう書いておきます。はい。これですね。で、もうくどいんですけど、動詞が2個あると接続詞か関係代名詞を使って、このように説明できるのは関係代名詞なので、関係代名詞がこの先行詞の後ろ、ここに入る。で、その後ろには動詞が入るっていうふうにわかります。こうなりますね。この国で話されている、これは受け身ですね。受動態を使います。で、現在形の文なので is と話されているで speak の過去分詞 spoken、 これが入るっていうのは大丈夫そうでしょうか。あとはこの国でっていうのはこの国の中でなので in this country、ここですね。はい、あとは関係代名詞をここに入れます。前に物、後ろに
動詞なので不一致、またはざっとでも大丈夫です。はい、単語の数10個、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ですね。はい、大丈夫ですね。で、読むときにはこちらの本当の動詞の前で息継ぎをすると読みやすいです。 The language which is spoken in this country is English となります。はい、で、ちょっと応用の話しますね。関係代名詞の文と分詞の文が書き換えができるということなんですけど、今回はこの which と is、 これをなくして、これなくしてですね、 The language spoken in this country is English っていうふうにも言えます。分詞の形容詞用法ですね、分詞の中の過去分詞の形容詞用法になります。まあ、ただ今回は、答えとしては15ってことなので、関係代名詞を使って、はい、このような答えを残しておきます。はい、では最後括弧5番に行きます。彼女からもらった、与えられた、あの本はとても面白かった。大事な部分はどこですか？あの本はとても面白かったですね、この部分になります。そうするとちょっと簡単にこの辺に書いていきますね。ざっとブック、面白かったなので過去形ですね。 was very interesting。で、このベリーのとこはそうでも構いませんね。はい、で、この彼女からもらった、与えられたっていうのはこういうふうに説明しているので、英語だとこのブックの後ろからこう説明するって形になります。ちょっと下の方が見づらくてすいません。はい、そうするとこの that book を最初に書いてしまって、はい、で、あと後ろの方ですね、この辺にちょっと was から後ろを書いてみます。 was very、 これはそうでもいいですね。インタレスティング、はい、ピリオドも忘れないうちに書いていきますね。ちょっと端の方がごめんなさい、こっちがいっぱいいっぱいなんですけど、これインタレスティングですね。ちょっと見切れてたらインタレスティングっていうふうに書いてあります。はい、あとは残りここの間にこういうふうに入りますね。彼女からもらった、与えられた、もらうっていうのはギブ使えばいいですよね。与えられたにすればいいと。で、ここも受け身ですね。もらった、与えられたってとこで受け身を使います。まず B 動詞ここに入りますね。ここに関係代名詞が入るので B 動詞が入ると、わずかはどちらかですけど過去形なのでわずですね、単数形だからわず。あとは与えられた、ギブの過去分詞ギブン、彼女からだから by her ですね、このようになります。はい、あとは関係代名詞をここに入れます。前が物、後ろが動詞なので which 使うと、または that でも大丈夫です。はい、このような形ですね。読むときにはこの動詞、本当の動詞ですね、しっかりした主語動詞の方の動詞の前で息継ぎをすると、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ですね。はい、大丈夫です。 That book which was given by her was very interesting、 このようになります。ちょっと端の方ごめんなさい、 見切れてるかもしれないんで、very interesting ですね。はい、このようになります。で、括弧5番もこの which と was を省略してこのようになっても大丈夫です。分詞の形容詞用法ですね、 that book given by her っていうふうに言っても同じような内容になるということになります。まあ、それに関しては分詞の方ですね、またそちらでも勉強してもらえればいいと思います。
はい、関係代名詞の英作文の4枚目ですね、割り込み型について説明しました。はい、ありがとうございました。はい、ですみません、ちょっとだけ追加があります。括弧1番の答えなんですけど、 The dog which is running with a boy is pochi、 この文に関してちょっとお話があります。括弧2と括弧4と括弧5ですねの方で、こう省略すると分子の文に書き換えられるんだよっていうふうに説明したんですけど、この1番の文も書き換えができます。ちょっと言い忘れてたのですいません。不一と is の部分を省略すると The dog running with a boy is pochi、 これで分子の形容詞用法の文になります。で、少しだけ分子についてまとめておきたいと思います。分子っていうのはこう名詞があって ing または ed ですね、こう後ろからこう前を説明するっていう形が多いですよね。で、ing の時は何々している点点点、ed の時は、過去分詞使うってことなんですけど、何々されるされた点点点。で、この形にできるっていう時は書き換えができるってことになります。今回 which と is を省略するとこの上の形になりますよね。名詞で ing なので書き換えができるっていう風になります。では他のやつはできないのかっていうと、ちょっとだけ話しておきたいと思います。例えば、ここは少年と走っているなんですけど、長い髪の犬ですね、イズポチっていう風になっていたとします。The dog which has long hair is pochi ですね。こうなってたとしたら、これは which 省略したときこの形にならないですよね。その場合はこの has のところを、この has のところですね、この has を ing にしてあげて having にします。 The dogHaving long hair っていうと、この Having long hair もこのようにドッグを説明するので、関係代名詞使った時と同じ意味になるということで、このように形変えられるんだったらば書き換えができますということで、ちょっとこれは応用ですけどね、説明し忘れてたので、追加で説明しておきます。はい、ありがとうございました。